10秒で準決勝に戻る子たちになります。いきます。敗者復活その2、3、2、1、スタート。さあ、ニコロム東京さん、まずスタート。先ほどからこの今回の大会結構 GM 率が高いですね。さあ、まずは、ニコロム東京さん、今日 GM、 多分 GM そうですよね。今日は噛み合ってますね。今日は良い状態、はい、早かったの周りがね、うん、そうですね、かなり良かったんで、まあ、ここもそのスタイルで、ね、できればスタイル変えずに行ってもらいたいなと思います。よくできてます、今日は、うん、はい、そう、逆にこんだけ煽らないと煽りっぽいと思われるかもしれないですね。うん、言わない方が煽りに思われてます。ただ今日はそうですね。さあ、緑茶さん40秒。そう、まあ今日本当によく詰めてるんでいいかなと。そうですね、うん、さあ、100分か20秒ちょっとさあ、20秒ですね、緑茶さん。そうですね、ひよこさんとかいきます。さあ、緑茶さん10秒前です。緑茶さんいきますよ。5、4、3、2、1、スタート。さあ、サルさん、5、4、3、2、1、スタート。ひよこさん、5、4、3、2、1、スタート。さあ、HM、2、1、スタート。さあ、さあ、SR さん、5、4、3、2、1、スタート。さあ、SK さん、5、4、3、2、1、スタート。さあ、梅蔵さん、いやー、10秒くらい終わりましたね。これは、ね、3、2、1、スタート。さあ、全員スタートの同時ですが、ニコンロム東京さんが200突入。あ、入力できなかったケース。そうですね、スタート時間を守ってもらわないと分かりますよね。素人じゃないからね、何回も出てるから。さあ、そう言いながら日本トークがかなり、さあ、ゆっくりさん、ちょっと怖い、まだ、こだわりが出れそうだ、うまい。さあ、フレンチスタイル若干崩れてるから、ここはしっかり立て直したいところ。ただこれちょっと手の方が良くないと、まあ、大丈夫です。でも今回はかなりいい状態で進んでますね。あー、悪い、大体これ大体悪いです、しょうがないです。ここで打てるのが330進んでいます、はい。綺麗なリカバリー、素晴らしい。今鳴ったから、綺麗なリカバリー。おー、しかし異例をうまく使いました、ね、SK。 なかなかない。
200個くらいは、メゾさん次入ってます。全然入りました。下さんがレベル300を入りました。あーってすごい、これはまた来ないのか。ガーシャーこれなんとか、ちょっと今放送禁止用が出ましたが、いや、ちょっと危ない言葉が出ましたが、今ちょっと前くるやつ池さんがコーレアンさん、ちょっとレッドカードをこれレッドですか。今のマイクが拾ってたのは一発目と大会存亡の日があるワードだったというさあ、メソさん来い。メソさんもしっかり来ました。さあ、ニコロム東京さん、ここはしっかりとフレッチスタイルをキープできそうですね。治りそう、治りそう。あっと、どうした。さあ、青欲しいな。あ、うまい、うまい、今のうまい、見えてます。そうですね、その間に緑茶さんが400、はい、もう10まで来ていますね、はい、今日はかなりいい調子を見てましたね。3番手がサルさんと1ゲームさんがほぼ並んだ状態、はい、緑茶さん、この2名はかなり入ってきた状態さあ、ニコクロム東京さん500。問題はあります。あ、うまい。何この人、赤2本は贅沢に使いましたよ。素晴らしい。さあ、2番手で緑茶さんが今レベル500に入りました。で、サルさん、HBM さんの順番でレベル500、ここまで4名500突入。そうですね、で、5番手で500入る人、次は健さん、来ました。緑茶さんだけで、SQR さんも入ってます。これがありました。全員500突入。レベル高いですね。これはちょっと白熱の後半戦ですね。さあ、トップでニコフロム東京さん600に入りました。追いかける緑茶さんはどうだ、うまい。そんな中、緑茶さんがここで600突入、トップと25の差。サルさんが3番手で600に入りました。まで3名600入ってます。さあ、4番手は、まだ HBM さんが4番手キープしていますね。ただその後、S ケンさん、SQR さんと600に入っています。で、ひよこさんもこれ後ろ4名もかなり近い状態なので、あっと、真ん中あたりの大きな空洞が気になるところですが、これでもね、リカバリーを学びたい人は1番見てください。1番見ればリカバリーの前に見れます。ただ、そんな中、ちょっと地形の苦しい人が、あと、トップ争いも緑茶さんが迫ってきています。もう10ぐらいの差でニコさんに迫ってます。それで、一斉さんも来てます。さあ、緑茶さん、ちょっと怖い地点になった。画面右上の2人、ちょっと危ない感じですね。あっ、これ、ちょっと
ちょっとこれは地形との戦いもありますね、各個人。乗って帰るのは誰だ、乗って最初に入る、あ、これひょっとしたら向こうの当時来ましたか。あ、エスケンさんが800入りましたね。で、緑茶さん、SQR さん、ニコフロム東京さんと800入っています。で、サルさんが5番手で800、 HBM さん6番手、ネソさんが7番手で800突入。そうですね、これは、いや、でもすごい食べないですよ、これ。エスケンさんですね。次が SQR さんですか。 SQR さんとニコさん、緑茶さんが多分3番手わずかにリードしてるみたいです。これはちょっと、ネソさんもいます。これはちょっと皆さん順位がものすごい激戦ですね。さあ、トップでエスケンさんが900入りました。2番手で SQR さん、さあ3番手は緑茶さん、4番手はちょっと誰でしょうか。次4番手で契約はネソさんですか。 HBM さんも、さあこれ、さあ皆さん注目、これは注目どうかわからない。トップはちょっとこれはエスケンさんが少しずつ、もうエスケンはバッチリだった。これは今日は40でもかしてないです。いやー、エスケンさんもちょっと道中危ないところもありましたが、これは最後のウェディングラン、はい、決めた、決めた。はい、エスケンさんが1位で、さあ2位は、2位はこれはエスカルさんがわずかに、ネソさんも追い上げていますが、エスカルさんが、分かんない、エスキャラさんがまず2位、3位は緑茶さん、そしてネソさん、そしてここまで4位でしょうか。それが影響。あ、リボン。もう何をやろうとするのかというところですが、もう